えー、皆さんこんこにちは、えー、今日はですね、えー、エストテリックの新型のセパレートアンプうとですね、えー、タンノイのですねプレステージシリーズの GR のスピーカーをお4機種 比べていいこうというふううとふに思うんでですすけれどもいつもつはですね私一人でこの YouTube の放送をやっているんですけれども今回あのエソテリックの営業部長の佐伯さんがですね助け舟を出してくださるということで、まあ、2人の掛け合いでですねこのスピーカーあるいはアンプのですね特徴そして主張そういったものをしていこうというふうに思いますではあのエソテリックのです、ね、佐伯さんの方から今日を使っていく コンポーネントですね CD プレイヤーの K01X の特徴から説明していただこうというふうに思いますはいこんにちはエセトリックの佐伯と申しますよろしくお願いします、えー、まず SACD プレイヤーは K01X 税別145万円、えー、こちらの方を今日は使用していきたいと思いますこのモデルの最大の特徴はですね VRDS NEO というメカニズムターンテーブルシステムですね こちらを用いていますが何をしているかといいますとですねディスクのと同じ同型のターンテーブルを使用することで上下振動の面ぶれを完全に抑え込むとそれに合わせるピックアップですねこれが軸収動型というピックアップを使用しておりましてとにかく常時90度角を維持しながら読み取りを進めていくということのこの組み合わせで え非常に精度の高い読み取り、それと非常にサーボ電流を抑えた、えー、みずみずしい再生音を実現しているということになりますそすそうですねなぜこの上下振動が、ね、VRDS のメカニズムで抑えられるということなんですけれども、はい、CD というのはやはりあのスタンパーで作っていきますので,、はいですね、少なからずの歪みがあるんですよね。はい CD に歪みがあるとそれが原因になって、うんえー、CD があー触れてしまう,そうです、ね、触れるとそれを追っかけるために非常にサーボがあー大きくうそです、ね、仕事をして、はい、サーボ電流の変動が激しくなってそれが音,き音質に大きな影響を与える、うんまあ、それを、えー、エソテリックは VRDS というメーカーを作ることによって。はいえー 精密な読み取りを可能にしよう,う,う、ね、プラスあのやはりディスクが触れるとですね、うんえー、レーザーがですねディスクに対して90度の角度で常に当たらなくなるそ,で、ね、でそれをですね修道型のピックアップを使うことによって、うんはい、ディスクの平面性を角度保した上で,で、ね、必ず90度の角度でレーザーがピットに当たって、はいね、精密な読み取りを可能にするというのが、はい、VRDS というふうな理解でよろしいでしょうか。その取りこですね、はい それから次の特徴としましては、あのこの、えー、CD プレーヤー、大きなトレイドアルトランスを4つ積んでるんですけども、そのうちの1つが、ね、VSDD という,うスピンドルをー回すためだけのサーボドライバーを搭載しております。これは、えー、要は正確な回転を得るためにです、ね、余分なあ電気に引っ張られないということで、えー、この回路を用いることで非常に滑らかなですね、 えー、回転を得るこれによってですね、えー、実際の回転音も非常に静かなスムーズなあー回転を実現しております、えー、次にですね、えー、今回は、えー、グランディオソからあ搭載しているんですけども、えー、日本電波工業という NDK という会社のですね 非常に大きなクリスタルクロックを搭載しておりまして、えー、中心精度はプラマイ 0.5ppm という精度なんですけどもこの数値以上にですね、えー、このクロックは非常に的来が良くていそう雑音も極めて少なく、えー、ものすごく高音質に貢献しているということになります。 ね、TAD という家 <AD> とあの、はい、言われてるんですけれども TAD の D600 があの、まあ、世界で初めて、うんえー、搭載して、まあ、その技術の流れがエステリックの K01X から グランディ要素,、ねね、素から使われるに至ったと、まあ、非常に従来のオーディオ機器に使われているデジタルオーディオ機器に使われているクロックよりも音がいいということに TAD が目をつけエソテリックがそれに追従したという形になっておりますねで,、ね、で K01 と K01X の一番大きな違いにじゃないかなというふうに私は思うんですけどねそうです、ねはい、あとはまあ厳密に言うと回路構成は全てもう別物という仕立てになっておりますので。 まあ実際に音を比較していただければその違いは歴然なものかなというふうには思いまじゃこれに組み合わせるプリアンプですねそうですねその前にあの DA コンバーターは、はい、あの旭化成さんの32ビットのものをカダ8回路構成で、えー、35ビットという高解像度のお再生をしておりまして、えー、この 35ビットというものはですね24ビットに対しては2048倍という解像度を起こっておりますそれとデジタルフィルターのオフのモード今回からですね実はデジタルフィルターっていうのは必要だから多分搭載していると思うんですけども我々はこういうものをオフにしてみる いうここととを試したところですね非常にその方がみずみずしかったというところで DSD のフィルターもオフにできることができます。それと DSD はノイズシェーパーですかねフィルターですかねフィルターですね。うんまあ、あのこのデジタルフィルターっていうのはあのよく言われるんですけどどういうことをやっているかというと例えばあの CD をですね、えー 図解ににしたです、ね、この階段があ段差が大きいんですけれどもデジタルフィルターっていうのを使うとこの階段の段差が少なくなるので。うんえー CD のノイズが高周波にいってですね、うんえー、後の,あの高周波カットするアナログフィルターの負担が軽くなるということで、うん、あのデジタルフィルターっていうのが非常,な非常に重要だということで従来使われてきましたねさまざまな方法があるんですけれどもで,、ねで,えー、でも実際あのデジタルフィルターを使わずに、まあ、粗い状態のね、うん、あの段階でえー この信号をです、ね、アナログフィルターに送った方が音がピュアだということ、うんうね、これも従来からも言われてきたことなんですけどそれが多分信号精度が35ビットという非常に高い精度になってもともとの階段の段差が小さくなったことによってこのフィルターオフモードっていうのが非常に生きてくるんじゃないかというふうに考えますけれども、はい、それででよろしいでしいょうかそれとこれは以前からは我々の研の 製品には搭載しているんですがアップコンバートという機能ですね。最近あのハイレゾハイレゾという言葉があの流行っているんですけども、えー、まあ元のお取った段階からですね、群六二四とか一クニとかですね、DSD をそのままあ再現できるんであれば本当の意味のハイレゾなのかなと思うんですけども、我々はまあ四十四点一十六ビットの CD の音をですね、二倍、四倍、八倍、それから DSD s c d とは2.8メガなんですけども、この K01X の DST は5.6メガへのアップコンバートということもできます。ただ、これはあくまでユーザーさん側の楽しみの一つであって、われわれのデフォルトモードはアップコンバートなしということで、デフォルトモードはなっております。と、はいうところですね。では こちら今回注目の新ええ、私どもはですね、2007年の頃からですね、マスターサンドワークスということで、標榜にアンプを手掛けてまいりましたけれども、今回、出てきました C03XS、それからそれに合わせる S03 という、かなりですね、グランディオスの技術を盛り込んで、この価格帯まで、プリが80万円税別。 パワーがあー90万円税別というところまでですね、えー、技術を、コストダウンを測って下ろしてまいりました。えー、プリアンプの C03XS の最大の特徴というのは、えー、このバッファー回路ですね、えー、2000V パーマイクロセカンドという非常に高速な素子を使ったこの主力バッファーを、ね、搭載し、えー、これを支える電源がですね、 えー、10万マイクロという、実はこれあの、バッテリーカー等で、えー、実現した技術ということで、スーパーオードウェイのスタスデュアルレイヤースーパーキャパシタっていう、ね、マツダが積んでるやつですね、マツダの車が、ね、エネルギー改生システムにスーパーキャパシタ積んでますけど、そういうものですね。そうえー、従来ですねあの電池を使った プリアンプとかって一部輸入品なんかあったと思うんですけども、とてもでもその電池は持たないですね。この急速のそうですね。電池はあの容量大きいんですけれども、充放電の時間がすごいかかるんですね。うん、すね急速充電、急速放電ということを可能に、えー、内部インピーダンスが高いですね。電池のね。ねだからあの瞬時に大きな電流を蓄電することができないし、逆に瞬時の瞬時に大きな電流を 放出することもできないとで<う>スーパーキャパシタっていうのはあの電解キャパシタはそれがすごい、うん、フィルムキャパシタが一番性能いいんですけども、はいえー、容量がものすごく小さくて、うん、とても車なんかには使えない,はい、はい、で電解コンデンサーもあの容量が大きいんですけれども、うんまあ、スーパーキャパシタはその電解コンデンサーよりもさらに、うん、あの同じ大きさで容量を大きくしたものということですね。 でこれによって、えー、プリパワー間の小電力伝送時に失われていた音楽のエネルギーとかダイナミズムが非常に失われずにですね、えー、伝送がになた。な、まあ、うん、エネルギー源がすごく大きくなったとそうですね,こ,ですねこのですね10万マイクロっていう値はですねおそ、えー、らくこの通常のプリアンプからすると驚異的な多分プリアンプとして10万マイクロ僕初めてじゃないかと思うんですけども、えー、大体あのー、まあええー 私エアーボーという、ね、カスタマイズモデルを作ってますけれども、チャンネルあたりですね、100ワット出力のアンプが7つ載っている AV アンプですね、うん、7ちゃん、はい、これのです、ね、電源の電解コンデンサーの容量は、ね、1万マイクロないです。あ 5, マイクロぐらいで作動しますうん、うん、だから、えー、それが700ワットが5000マイクロですからね、はい、でこれは2ボルトですか10ボルトですかまあせいぜい5ボルトぐらいなんですね、はい、プリアンプの出力は5ボルトに対して10万マイクロですから、まあ、あの出力電圧に対して、えーま、出力に対していかに余裕があるかとで通常プリアンプっていうのは1000、はいえー、マイクロぐらいです、はいはい、だから10万マイクロっていうと通常 我々がプリアンプに使う容量の100倍。そうですね。で、マランツなんかが高性能なプリアンプに使っている電源でもだいたい1万マイクロぐらいですから、うん、まあそれから比べても10倍ぐらいの余裕があるというふうに思います。はい、それと、これも完全デュアルもの構造となっていましてですね、入り口から出口まで、えー、同じ回路基板をですね、左右に配置している。 電源トランスも取られるのは2つと、それからディスプレイ等のです、ね、ために小さなトランスを載せて、えー、3トランス構成というふうになっておりますこれはもう最近のトレンドですね、すねあの制御用に小さいトランスを載せて、えー、待機電力、あるいは待機電力を減らして、そして、えーまあ、その部分のです、ね、制御回路のノイズをメインのです、ね、アナログ回路に入れないようにする。 最近のアンプのトレン設計のトレンドになってきているというふうに思いますそれからまあ,あの我々先ほど出ました VRDS っていうもののお技術をお転用しましてですねまずこれ本体を触っていただけると分かるんですけどもボリュームノブとこのセレクターですねこれ全くこのグラつかないという、えー、高精度のボールベアリング を採用用ししたもののを使用しておりますので、まあ、ここの部分はその音とは関係ないんですけども所有して、えー、やはりこの触っていく過程で非常にまあ体感していただけるものかなとまそうですねこれはもうあのフロントパネルの加工その他ティアックの時代から、うん、エソトリックがずっとこだわってきた機械精度の高さというその実現ということですね次にパワーアンプの S03 え税別90万円なんですけどもえまずこれも完全な l e スから出口までデュアルモノ構成ということでえ電圧増幅弾ではえトロイダルトランスをそれから電流増幅弾では 940VA という大容量のトランス EI コアですねこちらをえ左右別々の巻線でえ取っております。 それから非常に回路構成はシンプルな回路になっておりまして最大34アンペア定格17アンペアという大型のバイポーラーラフトトランジスターをですねカタチャン5パラプッシュブルということでこれはトランジスターを増やしていけば出力は大きくなるんですけども非常にシンプルな構成にしたいということで。 それとです、ね、その3段増幅弾の最終の内部インピーダンスをです、ね、もう極限まで低くするということでとにかく要求された電流はどんどん流せるという構造になっております出力はこれは8オームで8オームで四十五ワット、145ワット4オームになりますと290ワット、290ワット。 で、二オームだと、ええ、五百八十ワット、プラス五百八十ワットいう。ね、これは、まあ、あの、電気的に計算するとですね、抵抗が半分になると出力が二倍になると。そうですね。いうことなんですけど、ほとんどのアンプは、だいたい、あの、八オームから四オームになった時には。あの、かろうじて二倍になるものが多いんですけど、四、うん、オームから二オームになった時、二倍になるものってもうほとんどないですね。そうですね。え、だから、まあ、あの。 スピーカーはですね8オーム4オーム2オームのスピーカーなんていうのはないんですけれども B&W はあの動作中のです、ね、スピーカーのインピーダンスがどれだけ低くなるかということをカタ,グルカタログに、ね、表記してますけどあの3オーム近くまで。 落ちるのであの入力4オームのスピーカーっていうのはずっと4オームで動いてるんではなくて動作中に2オーム近くまで下がることっていうのは考えられますでももしアンプがですね2オームにスピーカーの出力インピーダンスが入力インピーダンスが2オームに下がった時に出力が小さくなるんであればあのスピーカーが動いている時にアンプの出力に変動が起きてしまうと。うん つまりあの動的なリニアリティが損なわれる、うん、ということになりますから、えー、2オームまで、えー、正確に出、ね、力が上昇していく、ね、アンプっていうのはあスピーカーの動的,なあー動的な変動に対して非常に強いつまりあのスピーカードライバビリティが、えー、スペック上高いというふうに考えられると思います,す、ね、実はあの業務用でも一部あのスタジオで使われてるんですけども最近もですね 渋谷の道玄坂にあるスタジオに視聴規模がありまして持ち込みましたこれがですねなんとウーハーがオームだったんですねこれをドキドキしながらやったんですけど何ら実際にはどこまで変化しているのか分かんないですけども見事にドライブしてくれましたんでこれもまたあの導入されていくものと思います、まあ、あのよく例えば、まあ、AV アンプ系のね相談で多いのは AV アンプの出力っていうのはだいあの6オーム以上のねスピーカーを使いなさいと4オームっていうのはギャランティーしてないとでもあの世の中には4オームのスピーカーが多いのでねえ4オームのスピーカー使えますかっていう相談が多いんですよで実際に4オームのスピーカー使えますけれどもそれで音量を上げていくとですね要はあのスピーカーの内部インピーダンスよりも アンプの内部インピーダンスよりもスピーカーの入力インピーダンスが低くなると電気が流れにくくなってアンプの中に電気がたまるんですよはい、はい、そうするとアンプがちんちんになって最悪回路が燃えてしまうんですだから2オームのスピーカーを業務用でフルに鳴らそうと思うとアンプの内部インピーダンスがですね非常に低くないとアンプが加熱してえらいことになるんですけどそれが起きないんですよね。と、ねね、ということはあのもう設計上 このアンプの内部インピーダンスが非常に低いということが立証されたということですね。と、ええ、あとは、えー、ダンピングファクター線を、うん、確保しておりますのでまあ非常にどんなスピーカーでも鳴らせると、ねはい、パワーアンプになっているというふうに考えられるというふうに思います今回の受信作であります。ではね、えー、ちょっと長くなってるんですけども今回聴、えー、いていくスピーカー えー、GR シリーズなんですけれどもスターリング GR ターンベリー GR そしてターンベリー g r l e リミテッドですね、えー、そしてケンジントン GR この4つのスピーカーについてスピーカーの聴き比べの時に詳しい解説はしますのでそれぞれがどのように違うかというのを簡単に聞いていこうと思いますまずスターリング GR からお聞きしようというふうに思います スターリング GR、これはあの10インチのアルニコマグネットのあ、あごめんなさい、フェライトを使ったマグネットなんですけどね、その上のターンベリ GR、これも同じ10インチのユニットを使用してるんですけども、この GR からですね、実はあのツイッターの大きさが変化、あります。そうですね私もさっきスペック表を書いてて え何気なくスターリングとえーターンベリーのですねユニットの外径が右派ーーの外径が254と同じなのでえてっきりあの中央のホーンのですね大きさも同じだろうと従来同じだったのでねえ書いててえ佐伯さんの方から指摘を受けて違うよというふうに聞いて書き直したんですけれどもえーターンベリーは3 3ミリというスターリング GR よりも少し大きい。 本を使っているんです,、ね、そうですね。それで、えー、クロスオーバー周波数もですね、えー、タンベリーが1.3キロヘルツ、スターリングは1.8キロヘルツ。この辺でかなりやはりあのオノの,の,のキャラクターもお異なりましてですね、えー、周再生周波数特性もお若干の違いがある。特にあの周このこれまでのですね、えー、ターンベルの えー、フェライトのモデルは上が2万5,000でマイナス6デビートアルニコは2万2,000で、えー、マイナス6デビートっていうことだったんですけども、えー、GR これはあのタンヌイが輝きし1960年代に人気だったモニターゴールドこの辺の頃のことをもう一回真摯に見直してみようということでゴールドリファレンスっていう略称なんですけども。 えー、中のネットワークの部材とかすべて見直した結果、えー、非常にあの特性が良くなったということで、えー、広域特性がね。この辺で随分、えー、前の、えー、s e セカンドエーションのモデルに比べて、えー、相当なあのブラッシュアップになっているんじゃないかなというふうには思います。 まあ、あのスペックで見るとスターリングの広域が 46kHz、ね、これはもう保温型の同軸 2way でウーハーがこの10インチですねそすねのものを搭載したものとしてはあの従来なかったぐらい広域が伸びてるというふうに思います。ね、で攻域が伸びると普通あのクロスオーバー周波数が上がるんですけど1.8という非常に低いところを保ってるということでこのくっついたはですね 1.8kHz からツから 46kHz という非常に広い帯域を再生できるこの広域ユニット多分これが単に自慢なんだと思うんですけどそれを搭載しているんじゃないかというふうに思いますね。でターンベリーの方はですね口径が3 3ミリになったので上はですね4 4キロと、ね、スターリングの4 6キロに比べて2キロ 2>、うん、まあでもこれはもうほとんど関係がない と思いますそれよりも重要なのはクロスオーバーバがが1.8 1.3からに下がったとで、ね、でこの1.31.8っていうのは人間が最も敏感に音を聞き取れる帯域なんですけれどもここの 500Hz 分がですね大きいウーハーの高い音ではなくて動きやすい小さなツイーターの低い音になったということでこの中域の質感はですね スペックから見る限り、スターリングとターンベリーではかなり異なってくるような気がしますね。すねまあそのあたり後の主張で確認していこうと思います。はい、そしてこの、えー、ターンベリーがですね、ペアで90万に対してこのリミテッと144万。 そうですね、いきなりすごく高くなったんでタンのイは何を考えてるんだろうというふうに僕は思ったんですけどそれはそれなりの理由があったようなので,で、ねえー、この GR リミテッドについて聞いてみようと思います、えー、これはあのタンイ実はあの来年90周年になりましてですね1926年創業ということで、えー、節目節目にですね、えー、このリミテッドバージョンを出しております。 タンベリーは75周年の時、それから85周年、えー、今回はちょっと90周年をちょっと前倒しした格好なんですけれども、えー、実はこの上の機種、ケンチントン GR っていうモデルに搭載しています10インチの、えー、アルニコのユニットをそのままあのタンベリー GR に、えー、搭載してきてるんで。 えー、ケンチントン GR が95万円という価格に対しては非常にリーズナブルな価格設定なのかなと1本,本95万円ですね,そうですね日本で190万から144万円なので、ねまあ、50万近く45万円ほど安い、ね、同じユニットを使ってるのにと、ね、いうことですねでこのアルコマックス3っていうのは従来のアルミコンの3倍の持続エネルギーを持ってるんですけどもその分だけマグネットが非常に大きく重たいですんで えー、タンベリー G.R. が三十キロの重量に対して三十七点八キロと非常にあのー、先ほどちょっと持った時にずしっとくるぐらいですね。七点八キロ。そうですね。あのー、重たくなっております。まああのサラネットもジョイモデルの、えー、カンタベリーと同じ素材のものを搭載していたりとかですね。すね先ほど見たんですけどもやっぱりあのー 透過率がすごく高そうなそう、ね、音の通りが良さそうなサラネットでしたね。ええ、そうですねこれはあの上のケンチントンのートを使ってますので、えー、このツイッターの部分のまた光景が違いましてですね、えー、先ほどのご説明の通りターンベリ GR は 33mm に対して 52mm ということで、えー、それからクラスオーバー波数も1 3 k ロから1 1 k ロと。 いうふうにここでも随分キャラクターが違って感じられるんじゃないかなというういう、ね、50ミリっていうとあの、まあ、これ外径が10インチなので、うんえー、同軸ツク 2A でねあの50ミリのホーンのユニットって、えー、あんまり想像できないと思うんですよ。すね、例えばねあのこれは記憶なので間違えているかもしれないですけど JBL の。 メイユニットって言われたこの辺りが確か50ミリ<ー>あと K2K2 は、はい、のユニットも確か50ミリだったと思いますで、えー、周波数特性は27までは伸びてなかったと思うのでこれがやはり、あのー、より軽く、うんあのー、より強力なマグネットをより軽い振動板により強力なマグネットを組み合わせて、うんえー、コンピューターシミュレーションの設定 系によってそれぞれを最適化することによってこれだけ高帯域の保温ユニットが設計できたんじゃないかなというふうに思いますそうですね。やっぱり素晴らしいことだと思いますね、うん、ではケンジントンそう。最後にそれで、えー、最後にケンジントン GR なんですけども、えー、こちらはですね、えー、やはり丹根は15インチアルニコの15インチということでカンタブリー GR がこのプレステージシリーズの 事実上のフラッグシップモデルなんですけどもどうしてもこの横幅が制約あるということでなんとかこのスリムなアルニコが欲しいというところから出てきたモデルでありますでこれで3世代目だと思うんですけどもデザインを他のプレステージに合わせる格好の仕様にしまして非常にあの今人気一番高いという感じでありますねそれで 幅が,幅が、えー、タンベリー GR の、えー、456に対して406ミリと、えー、多少スリムになっていますのでその分背がですね、えー、950に対して、えー、1100ということで容量はあタンベリーが100リッターに対して、えー、ケンチンとは105リッターとカタチャン5リッター,あー、まあ、わずか5リッターと言いましてもですね、あのー、5万 cc ですか。 車で言うとなんかちょっとこじつけです、ね。<laughs> かなり違うのかなというふうに。ペットボトル5本ですからね。ね 2> 2リッターのペットボトルだとね一本半のそんなに大きくは変わらない,い。で、ね、まあでもあの面白いのは GRLE のリミテッドのですね重量が37.8ですね。7.8に達。これ37と、ね、ケンジントンの方があ容量が大きいにもかかわらずわずかに軽いんですね。そうですね。でまあこれはですねあのえー。 タンベリーそれとスターリングがですねウォールナット無垢材の付き出し上げ、えー、になってるのに対してこのケンジントンはですねフロントバッフルのみバーチ合板というふうになってますので、うん、まあ多分こう響きその他を考慮してで、ね、でこのユニットのところになんかこう柄がありますよね,ありますねスリット的な、えーまあ、これだと響きを調整したりするようなものじゃないかなと思うんですけどす、ねうん、まあそういった部分も含めてですね、うん え箱のが縦長になると定在波っていうんですけどあの箱の中でえ生じてくるう周波数が変わりますからキャビネットのえ鳴りが変わりますからもうこれ楽器と一緒ですからねえそのあたりも含めてどのように音が違うかっていうのを聞いてみようというふうに思いますまああのスターリングって結構ちょっと寸胴に見えてるんですけどスターリングの幅がですね397なんですね。 ケン,ジントンなんでで、ね、実際にはケンジントンの方がですね1センチ幅が広いんですね,で,すねでも見た目どうしてもケンジントンの方がね,うね幅細く見えるんでんこれはちょっと私今日以外でしたね,で,ねではあのこの後ですね、はいえー、この4つのスピーカーをですね「K01X」C X S「C03XS」「S03」で聞いていこうというふうに思います、はい、よろししくお願いします。